します。今日もじゃあ振り返っていただいて、はい、どうでしょう、ご自分どう評価されますか。同じ自衛隊体育学校の鷲見さんとか坂部さんとかいない中で、やっぱこの階級はずっと自衛隊体育学校が表彰台独占してきた階級だったんで、やっぱ自衛隊体育学校として優勝を取れたっていうのはホッとしてます。これ世界選手権も選挙でしましたけど、はい、初めての世界選手権で、やっぱ今年はそのアジアトライアルだったり世界トライアルだったりを見る側、見てた側として、やっぱり少しずつ日本の重量級でもレベルが上がってきてるんじゃないかなとは思うんで、こう思うと出し切れたら、見せれたらいいなと思います。率直な気持ちはやっぱり自分が出たかったなっていうのが一番大きかったですけど、でもやっぱりそこまで差はないな。自分は今までなんかこう見てきて、やっぱりそういうちょっと重量級の壁みたいなのも感じてたんですけど、鷲見さんとかはやっぱり結構しっかり守るとこ守って攻めるところを攻めたりとかして、もう本当に全然差はなくなってきてるんじゃないかなと思うんで思いました。今の世界と坂田さんの本人思いと鷲見さんとの世界と、まだ自分はそんな経験が豊富じゃないんで、やっぱ自分は初心者で体育学校にレスリング入ってきて、自分が教わったものはもうほぼ自衛隊体育学校で学んだものなんで、そういうなんて自衛隊体育学校ならではの強さとか見せれたらいいなと思います。圏内には入りたいです。それがやっぱり次のパリオリンピックとかの自信にもつながっていくと思うので、5位以内というのを目標に頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございました。